住む中、ガラパゴス日本では全く普及が進んでいません。そんな中、リーフ以来、久々のブランニューモデルである日産、アリアの実車を初めて見る機会が訪れたよ。日産プリンス名古屋の一宮バイパス店さんに2日間限定で展示されていました。展示されていたアリアの基本スペックです。ウィンカーは流れるタイプです。2連の 12.3 インチディスプレイを光らせてみたかった。
から見てみましょう。初めてアリアの実写を見ましたが、高い品質感を感じ、試乗もしてみたいと思いました。あと問題は、急速充電網の整備ですが、正直今のままでは期待薄であり、日本はどんどん世界から取り残されることになるでしょう。